ヒューゴ・ブラック・ヒューゴ・ラ・ファイエット・ブラックは、アメリカ合衆国の法学者。アメリカ合衆国最高裁判所売席裁判官。アラバマ州、アシュランド出身。アラバマ大学ロースクール卒業後、弁護士を開業。1926年、民主党の上院議員に、当選、1937年まで務める。1937年8月18日。 時のフランクリン・ルーズベルト大統領によって、アメリカが衆国最高裁判所判事に任命されるが、この時、一時期ではあるが白人至上主義団体、クー・クラックス・クランに所属していた過去が問題となり、NAACP をはじめ、アフリカ系アメリカ人から猛烈な反対運動が起こったが、彼は、こうした過去の一方で、南部の政治経済面での改革を推進する、リベラル派でもあったため、 保守派を懐中することもでき、かつ、ルーズベルトのニューディール政策を支持する人物として指名されたものであった。就任後、彼は一貫してリベラルな立場から判決を下し、特にブラウン対教育委員会裁判、ミランダ対アリゾナ州事件、レモン対カーツマン事件など、歴史的な最高裁判決に指導的な役割を果たした。後に人々は、 彼のことを若い頃は白い衣をまとって黒人を脅かし、晩年には黒い衣をまとって白人を脅かしたと評した。また、原子力発電を人間の考え出したものの中で最も恐ろしい、最も致命的かつ最も危険な方法として、利順追求を重視する産業界に警告を発した。1971年8月末。 体調を崩して入院し、9月17日に引退を表明。9月25日、脳卒中のため死去。85歳。遺体はアーリントン国立墓地に埋葬された。ありがとうございます。